本日もご視聴ありがとうございます。皆さんは横山やすしさんといえばどんな人を思い浮かべますか？西川きよしさんと昔コンビを組まれていた横山やすしさんを思い浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は天才漫才師の横山やすしさんについて、どんな人だったのか、横山やすしさんの息子さんは今どのように暮らしているのかなどのお話をしたいと思います。まずは横山やすしさんを知らない方のために、どんな人なのか見ていきましょう。天才漫才師横山やすしさんのプロフィールや漫才師の経緯。横山やすしさんの本名は木村雄二さんだそうです。横山やすしさんは1944年3月18日に高知県で生まれました。横山やすしさんが生まれた頃の日本はまだ太平洋戦争をしていたという噂があります。好きなことは音楽鑑賞や競馬だそうです。そして漫才師になろうと思ったきっかけは、クラスの同い年の人がラジオでの歌番組で合格したことでした。そのことから自分も何か人の前に出る仕事をして有名になりたいという思いが芽生えたのが漫才師への第一歩だったそうです。その後、友達とラジオで素人が参加できる番組漫才教室に出演することになりました。漫才は全くの素人だったのですが、才能があったのかラジオ番組では大活躍したとのことです。そして負けず嫌いだった横山やすしさんは漫才について研究を重ねることになったのでした。中学卒業後、私立の高校を進める校長先生に反対し、漫才の道を歩むことを決意したそうです。そんな漫才師へのスタートでしたが、この時は後々天才漫才師と呼ばれるまでになるとは思わなかったことでしょう。そんなこんなで横山やすしさんも芸能界に入り、秋田実さんのことを尊敬していたことから、秋田実に漫才師の教えを教わりました。横山やすしさんの第一の師匠と言ってもいいでしょう。秋田実さんは上方漫才の父とも呼ばれ、現在の漫才を作った方でもあります。漫才を作っただけではなく、漫才師になりたい人に指導をし、たくさんの漫才師を作り上げたそうです。次に弟子入りしたところで、横山やすしという芸名が誕生しました。それは角座でデビューを果たした2年後、横山ノックさんの弟子になり、横山やすしという名前を手に入れたのでした。横山やすしさんの第2の師匠さんとなりますね。弟子の生活をしていた時は横山ノックさんの持ち物などを把握し、タバコを吸おうとしている時は火をつけるという秘書のような生活を送っていたそうです。もちろん漫才師についても教わりつつも師匠を敬っていたといいます。そんな態度から横山ノックさんから気に入られ、これから横山を名乗れと言われ、現在の横山やすしという芸名ができました。それから1966年、皆さんの知っているやすしきよしというコンビ名でデビューしたのです。横山やすしさんはコンビでデビューする前から師匠さんを敬ったり、漫才について一生懸命に勉強したりと、前向きな姿で取り組んでいたんですね。そんな前向きな姿を見習わないと、と思わされました。横山やすしさんは1996年1月に51歳という若さでお亡くなりになられたとのことです。次にそんな横山やすしさんのエピソードについても見ていきましょう。横山やすしさんの伝説エピソード。負けず嫌いな反面、悪いようにも良いようにも目立っていた横山やすしさん。そんな横山やすしさんのエピソードを何個かご紹介しようと思います。まず一つ目がギャンブルでした。横山やすしさんは大のギャンブル好きだったそうで、中でも競馬にはよく行っていたそうです。
当時は人気漫才師だったのもあり、1億以上はもらっていたと思われますが、家には家族全員で30万円しか渡さず、残りは競馬に使っていたとのことです。横山やすしさんが稼いだお金ということもあり、家族の方は何とも言えなかったと思われます。しかし、横山やすしさんには息子さんもいるので、やはり30万円で生活費や学費などいろんなことに使うと足りませんよね。奥さんも大変な思いをされていたのではないでしょうか。そのことが原因なのか、実際、奥さんとも離婚されたとの情報がありました。2つ目はお酒です。日頃のストレスもあったのか、2時間で少なくとも3本は飲むという、とても体に悪い生活を送っていたそうです。本人はお酒はお茶の代わりなどと言っていたという噂もありました。ここまで見てみると、悪い伝説が特に目立ちますね。しかし、横山やすしさんは負けず嫌いという性格もありつつ、小心者だったそうです。そのことから、表に出すのは世間やマスコミが作る横山やすしという人間でないとダメだと強く思ってしまい、本来の木村裕二ではなく、横山やすしという仮面をかぶっていたという噂もあります。売れるとプレッシャーだけが残る芸能界。真面目で不器用だからこそ、漫才師には向いてても、芸能界には向いてなかったのかもしれませんね。そのまま横山やすしさんはお酒に溺れ、アルコール性肝硬変でお亡くなりになられました。とても悲しくなるエピソードですね。芸能界でのプレッシャーや厳しさが、このお話だけでも、痛々しく伝わります。先ほどのお話に息子さんというキーワードが少し出てきたのですが、横山やすしさんのお子さんは現在何をしているのか調べてみました。横山やすしさんの息子は、横山やすしさんの息子木村和也さん、人気だった横山やすしさんの息子なだけに、テレビ番組にも少し出ていたそうです。そして中学を卒業後に横山やすしさんと同じく吉本興業に入りました。デビューした頃は整った顔立ちからドラマ毎度お騒がせしますに出演し有名になりました。そんな木村和也さんも3回逮捕歴があるそうで、ヤクザをしているとの偽りの噂もあります。しかし現在2022年では俳優として活躍をされているとのことでした。木村和也さんは様々な方と交際の噂もありましたが、現在は特にご結婚されたとのニュースはありません。横山やすしさんとダウンタウンの不仲説について。横山やすしさんを調べていると少し目についたものがありました。それは、同じくコンビで漫才をしているお笑い芸人のダウンタウンとの不仲説です。ダウンタウンがライト兄弟という名前だった頃に、横山やすしさんはダウンタウンをカメラの前で激怒した事実があります。ことの発端は、ダウンタウンが家を燃やす、わら人形などのワードが出てくるネタを披露したことです。そのネタについて横山やすしさんは、漫才師やから何を喋ってもええんやけど、笑いの中にね、良質な笑いと悪質な笑いがあって、二人は悪質な笑いやねん、テレビでやるような漫才ちゃうやないかい、と激怒したことがあるそうです。それだけではなく、楽屋でダウンタウンを殴ったとの噂もありました。ある番組でネタを披露する企画があったのですが、ダウンタウンはネタを審査されてたまるかという思いがあり、本当に何もせず終わったそうです。そのことに対して激怒し、殴ったとのことでした。現在では松本さんが横山やすし師匠の話をしていることから、和解まではせずとも
横山やすしさんへの怒りはないのではと思われます。横山やすしさんが実際どんな人なのか想像ができるエピソードばかりでしたね。芸能界ならではの悲惨なエピソードがたくさんありました。残念ながら現在はいらっしゃいませんが、ネタなどが気になる方は YouTube などで調べると出てくるかもしれないので調べてみてください。また横山やすしさんの息子である木村和也さんにもこれから注目していきたいですね。皆さんはどう思われましたか？感想をぜひコメント欄に書き込んでください。これからも世間ではなかなか知られていない芸能人のエピソードや物語を投稿してまいりますので、見逃さないようにぜひチャンネル登録お願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。